で史上初の44-44を達成。ドジャース11位 6DBAX、日時間3日、フェニックスドジャース、大谷翔平投手が2日、日時間3日、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に1番、指名打者で先発出場。4打数に安打2四球に盗塁の活躍を見せた。4回には史上初の44塁打44盗塁を達成。試合を終えた時点でリーグ8冠となっている。大谷は1番指名打者で出場し、初回の第1打席は打球速度 117.2 マイル、約 188.6 キロの痛烈な右前打。3回無視2塁の第2打席は2ゴロに倒れたが、4回2死3塁の第3打席四球で出塁すると、ベッツの打席で3試合ぶり44盗塁目。史上初の44-44を達成した。さらに7回1死の第4打席ではこの日2目の右前打で出塁し、ベッツの打席で2投、3投と連続で成功させた。その後フリーマンの犠牲でホームに生還。今季109得点目を記録した。これで109得点、44塁打、長打率、616、OPS、993、80長打、331塁打、ISO、長打率打率、324、塁打率 12.20 の8冠。1日、同2日時点では、98打点は、ブレーブスのマルセル・オズナ外野手に並び、トップタイで9冠だったが、新たなライバルが登場した。2日、同3日に、ブルワーズのウィリー・アダメズ内野手が1試合5打点と大活躍。直近9試合で16打点と荒稼ぎし、打点王に浮上している。史上初の偉業を記録しながらも、まさかの9冠8冠へと、交代することになったが、シーズンは残り27試合。十分に巻き返しも可能だろう。前人未到の50-50を含め、果たしてどれだけの記録を樹立するだろうか。フルカウント編集部。